ちょっと、ナルト早いって。ジンダはしてられねえんだってばよ。あいつを早く助けねえと。ナルト。ガラ、待ってろよ。あんなに重そうな刀を振り回して息が少しも切れていない。なんという体力でしょう。その動き、どうやらあの珍獣を模したもののようですね。ガイ先生直伝の体術見せてあげます。珍獣を倒す前にその弟子を消すのも面白いですね。行きますよ。戦闘開始。とんでもない相手でした。でも僕の勝ちです。やりました、ガイ先生。どうやら分身体はやられたようですね。案外やりますね、あのガキど。Dたちを甘く見てもらっては困る。まあいいでしょう。もともと分身体はあなたとガキどもを引き離すためのものですから。さて、そろそろ私たちも決着をつけましょうか。いいだろう、俺も本気で行かせてもらう。開始。と、一撃だ。もらった。まさか。
青春と30回言えなかったら逆立ちで皇帝五角衆だ。青春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 ガイ先生。消えた。どうなってんの？この周囲に奴の気配はもう感じられない。完全に姿を消したようだ。これは一体。みんな、奴のことが気になるのはわかるが、今はここで足を止めているわけにはいかない。そうですね。よし、考えるのはまた今度だ。今は先に進むぞ。おっす。もう少しで川の国だ。暁の奴ら、絶対に逃がさねえ。